2021年12月14日神楽のゴンドラコースがオープンいたしました。ゴンドラコースがオープンしたことにより神楽コース、ゴンドラコース、三つ又コース合わせて6キロ近いコースになりました。こちらは三つ又コースのリフトになります。こちらは三つ又リフトの左側にあるスロープスタイルコースになります。この日の前日に雪が降ったのでかなりパウダーのエリア広かったです。こちらは大会バーンになります。距離は 800m、 最大傾斜は18度になります。Ooh.